うさんくさいやつが、騙します。この頃大炎上しております。アウトロー系 YouTuber がおりますけども、その人も、まんまたというか、うさんくさい、顔をしていますけども、まんまと騙される人が続出しました。はい、こんにちは、ダボさんです。何をやってるかわからない系 YouTuber のダボさんです。今回はですね、なぜ人は簡単に騙されるのかということを話したいと思います。よろしくお願いします。まず、人間と、他の動物とでは違うところが一つだけあります。はい、あとはほとんど同じだと持ってもらって構わないです。はい、それはですよ、まあ私は科学者でもないですし何でもないですが、私の妄想的妄想モードに入りましてですね、まあ妄想なんで、ただ聞き流してもらえればありがたいです。よろしくお願いします。ですね、まあ人と他の動物では違うところが一つあります。人間はですね、都合を良くするために、同じというくくりがを作りました。他の動物では同じということは絶対にありません。はい。それでですね、どういうことかというと、まあ例えば果物があります。果物のいちごがあります。そのいちごの、種類というか、例えばあまおうとかであれば、みんな一個ずつというか、パックに入ってあるのはみんな同じということに人間ならばなります。他の動物であれば、それは一個一個違うものです。はい、と認識します。はい、それでまあなんで人は騙されるかというと、そのことが、あるんです。それで例えば、電話の「俺だ俺だ」というので、俺だ俺だを、人間ならば誰だ誰だと、考えます。動物ならば俺だ俺だと言った瞬間、この人は違う人だと、判断します。ですんで騙されません。ところが人間は勘違いというか、自分の知っている人の、顔を何人も浮かべ、該当者を探します。そこに、付け入ってというか、本来ならば、全然声が違くても、思い込みというのが入りまして、簡単に騙されます。はい、うさんくさい人が、丁寧な言葉で喋ると、この人はもしかしていい人なんじゃないかと脳みそが勝手に判断しまして、悪い人じゃないと勝手に認識します。それでうさんくさい、
男に、結婚詐欺で騙されます。はい。まあ騙される騙されると言っても、私も騙されました。はい。この頃大炎上しております。アウトロー系 YouTuber がおりますけども、その人も、うさんくさい、顔をしていますけども、まんまと騙される人が続出しました。ですんでうさんくさい人、でというか優しい言葉を話す、丁寧な言葉を話す人は信用なりませんので、口の悪い人をの方が信用なりますんで、そこだけは、強く言っておきます。はい、次の展開が楽しみですね。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。